フランシス・ペギー・ペガー・マガボーはカナダの軍人、狙撃手。オーストラリア帝国軍のビリー・シンと共に第一次世界大戦における世界最高のスナイパーと言われる狙撃の名手。西部戦線において公式確認戦果として通算378名の敵軍兵士を射殺したとされる。最終階級は5条。カナダの先住民族の一つオジブワ族の血を引いており、 戦後は彼らの地位向上にその生涯を尽くした。1892年、オンタリオ州オンタリオ湖のパリー島で、ネイティブカナディアンのオジブワ族の家庭に生まれ、オンタリオ湖で、漁師剣語太鼓の水上消防士として、生計を立てる。1914年、23歳の時に第一次、世界大戦が勃発すると、その開戦直後の8月に、ペガーマガボーは、 第23不評連帯事務所に赴き入り軍を志願する。これは、それまで先住民として白人に敷いたげられてきた、オジブワ族の地位を先行によって向上させるためであり、同様の理由で、第一次大戦に参加した、オジブワ系兵士の中には、ペガアマガボーと同じく結出した、狙撃手だったことで知られるジョンソン・ポー・ダッシュに等兵らが、いる。入営したペガアマガボーは、 カナダ軍第一不評師団、第一不評大隊に配属されると、1915年2月、ドイツ軍によってその国土のほとんどを占領された、ベルギーへと派遣された。同師団はカナダからヨーロッパへと大西洋を越えた、史上最初の兵力であるとされる。出兵前の訓練過程において狙撃手としての優れた、才能を見出されていたペガーマガボーは、石膏としての教育を受け、 スカウトスナイパーとして最前線で戦うこととなる。1915年当時はまだ狙撃重要のスコープがそれほど普及しておらず、彼が手にしたのはスコープマウントなしのカナダ陸軍正式ライフル、1903年式、ロス小銃であった。ペガー・マガボーはこの銃と共に第一次大戦の中でも最も危険な戦場を駆け巡ることとなる。ペガー・マガボーの経験した 最初の大規模な実戦は1915年4月、ドイツ軍が史上初めて戦場で毒ガスを使用したことでその名を歴史に残したとされる第二次イープル海戦であった。両軍合わせて10万人以上が死傷した。この戦いでペガーマガボーの所属する第一不評大隊は海戦からわずか3日でその戦力の半数を失った。 この地獄のような3日間を生き残ったペガーマガボーは、やがて戦況が残豪を使用した、こ着状態になると、そのスカウトスナイパーとしての天才的な能力を発揮し始める。ペガーマガボーは、日没を待つと、愛獣を手に、自軍の最前線、あるいは、それを超えて、両軍の中間地帯まで進出し、残豪に身を潜めて、ひたすら、ドイツ軍兵士が姿を見せるのを待った。 無論暗視装置など存在しない時代のことであり、頼りは月光と星明かりの実という暗闇の中で、ペガーマガボーは、まるで昼間のように敵兵士をことも無限に発見し、確実に狙撃したと言われる。第二次イープル海戦が終結するまでに、ペガーマガボーは、数十名の独軍兵士を射殺し、ペギーの愛称で、狙撃の名手として友軍から知られる存在となっていった。 第二次イープル海戦での功績によって、幹部候補生となったペガーマガボーは、五朝に昇進し、1916年6月のソレル山の戦いにおいて、多数の独軍兵士を単独で、捕虜にした功績により最初の戦功賞を受訓した。なお、ペガーマガボーは、不必要な殺戮を好まず、第一次大戦通算で300名以上を殺すことなく、捕虜にしたと言われている。 その同年、続いて参戦した第一次大戦最大の戦闘、孫武海戦においてペガアマガボーは、脚部に重傷を負う。すでに2年間の従軍期間は超過していたため除隊も可能であったが、数ヶ月後には大体に復帰し、再び戦場で戦う道を選んだ。最終的にペガアマガボーは、 第一次世界大戦において1914年の開戦から1918年の終戦まで、カナダ軍に在籍し戦場で生き残った、ごく少数のカナダ軍兵士のうちの一人となる。1917年11月、ペガーマガボート第一不評大隊は、第一次大戦でも最も悲惨な戦闘の一つと、いわれるパッシェンデールの戦いに投入される。ハイソンパシンデールをめぐって、 焼宅地で行われ、先人のイギリス軍が3ヶ月間にわたる苦戦の末、約30万人の死傷者を出したとされる、この泥の戦いにおいて、ペガーマガボは無数の銃弾と、竜三弾の飛び交う戦場のデ寧ネーの中を駆け巡り、数多くの敵兵を倒しながらも、戦況を冷静に把握していった。双方の砲撃によって電話線が途絶して、 指揮系統を失いつつあったカナダ軍大隊司令部にペガーマガボウと彼の部下は蓄次状況を報告して大隊の行動を的確に誘導、砲撃目標点を提示することでこの戦闘でカナダ軍を勝利に導いた。この時の活躍はカナダ軍の公式文書において以下のように記述されている。パッシェンデールでの活躍で先行賞に傍傷を加えたペガーマガボウは その後も1918年8月のアミアンの戦いで活躍してさらにその某賞を増やし、同年11月に終戦を迎える。3度の戦考賞、12回の負傷、公式記録上の殺害数は第一次大戦で世界最多の378名という記録を残し、ペガアマガボーは、故国カナダへの帰路についた。1919年、 母国へとたどり着いたペガーマガボーは除隊して、予備役に入り、故郷パリー島のアルゴンキン在京州兵連隊に、編入された。父親、そして祖父も、同じ州兵出身だったことから、ペガーマガボーは、喜び遺産で故郷へと帰還する。しかし、ペガーマガボーは、故郷のおじぶわ族居留地で、大戦前と何ら変わりのない部族の惨めな扱いを、目の当たりにし、愕然とする。 自らも白人たちからは英雄としてはほとんど扱われず、対戦で支払った犠牲が無駄であったことを知ったペガアマガボーは新たな戦場にその身を投じる決意を固めた。オジブワ族居留地の自治独立権を求める祖国、カナダとの戦い、すなわち後世において、ファーストネーション運動と呼ばれる独立運動である。1921年から1936年にかけて、 パリー東地区の代表や評議員を務めたペガ・ー・マガボーは1943年には各地のネイティブカナディアン部族から構成される先住民族独立政府の最高指導者に選ばれ先住民族の自治権を確立と地位向上を求めるべく戦い続けた。これらの運動こそがファーストネーション運動の原型となり1969年の公民権獲得 ついには1999年のカナダ政府による先住民族の自治権承認へとつながるのである。1952年、ペガアマガボーはパリー島のオジブワ族居留地で妻のエヴァと6人の子供たちに見取られながら61歳でその激動の生涯を閉じた。その後半生を先住民の地位工場に捧げた彼の名はオンタリオ州ブラントフォードにあるウッドランドセンターの インディアンホール・オブ・フェームに記されることとなった。死後は、その存在を長らく忘れ去られていた、ペガー・マガ・ボーだったが、近年になって出版された、カナダの作家エドリアン・ヘイズによる電気、ペイン・ガーク・マガ・ボー、レジェンダリー・ウォーリアー、フォーゴットン・ヒーローによって、再び脚光を浴びることとなった。これに影響を受けて2005年に出版された、ジョセフ・ボイデンの第一次世界大戦に題材を得た。 小説 3D ロードには、ペガー・マガボーをモデルにした、エリア・ウィーシジ・チャークという狙撃手が登場し、同作は、カナダ国内で非常に高い評価を受けている。また、カナダ軍においても、第3レンジャー警備隊のボーデンホームビルの名称を、ペガー・マガボーの名にちなんで名付けるなど、その死後50年を経てにわかに、再評価されつつある。ありがとうございます。